早口言葉の城。前回までのあらすじ。さらわれたお姫様を助け出すためにネバール君と納豆兄さんは早口大魔王が住むお城に向かったネバ。そしたら手下との戦いで納豆兄さんが吹っ飛ばされちゃったネバよ。でもなんとかネバール君だけで早口大魔王の元にたどり着いたネバ。見つけたネバ、早口大魔王。お姫様を返すネバ。はっはっは、身の程知らずね。私に逆らうとどうなるか思い知らせてやるわ。ネバール君。お姫様、今助けるネバよ。小賢しい。ここに来たからには覚悟はできているだろうな。もちろんネバ。早口言葉を言えばいいネバね。ただし言えなかった場合はお前たちは私の部下の餌になってもらおう。来いネバ。いいだろう。では鬼滅の刃に関する早口言葉を言ってもらおうか。まずはこれだ。炭治郎、頭突きで授業中ずっと頭痛。炭治郎、頭突きで授業中ずっと頭痛。よーい、スタート。行くネバよ。炭治郎、頭突きで授業中ずっと頭痛。炭治郎、頭突きで授業中ずっと頭痛。炭治郎、頭突きで授業中ずっと頭痛。どうだネバ、言えたネバよ。はっはっは、まだまだ序の口。次はこれだ。富岡議員、緊急ニュース入手。富岡議員、緊急ニュース入手。よーい、スタート。富岡義勇、緊急ニュース入手。富岡義勇、緊急ニュース入手。富岡義勇、緊急ニュース入手。言えたネバよ。危なかったネバね。ネバール君すごい。ありがなったネバ。ぬぬぬ、調子に乗るよ。どうやら私を本気にさせたようだな。覚悟しろ。次はこの早口言葉だ。ねずこが5つ子、夢5つ、くっつきつつつっつく。ねずこが5つ子、夢5つ、くっつきつつつっつく。さあ、行ってみろ。うわ、めっちゃ難しいネバね。よし。ねずこが5つ子、夢5つ、くっつきつつつっつく。ねずこが5つ子、夢5つ、くっつきつつつっつく。ねずこが5つ子、夢5つ、くっつきつつつっつく。なんとか言えたネバよね。ね、ね。怪しかったがやるじゃないか。こうなったらこれでどうだ。鬼舞辻、築地で引き続き、ひつまぶし、つきつつひまつぶし。鬼舞辻、築地で引き続き、ひつまぶし、つきつつひまつぶし。どうだ、これは難しすぎて言えないだ。貴様たちは私の部下の餌だ。ネバール君。これはちょっと難しすぎるネバね。今度こそ無理かもしれないけど、でも諦めたら試合終了ネバよ。ネバーキープアップネバー。さあ行ってみろ。行くネバよ。鬼舞辻、築地で引き続き、ひつまぶし、つつきつつ、暇つぶし。鬼舞辻、築地で引き続き、ひつまぶし、つつきつつ、暇つぶし。鬼舞辻、築地で引き続き、ひつまぶし、つつきつつ、暇つぶし。いけたネバよね。ね、ね、いけたネバね。ね、ね、ね、いけたネバね。うわー、私の負けだ。勝ったネバー。ただしこれで終わりだと思うなよ。私は永遠に不滅だ。必ず復活してやるからな。お姫様。ネバール君。ネバーギブアップで頑張ったネバよ。本当にありがとう。すごいわ。かっこいい。褒められると照れちゃうネバね。だってたった一人で助けに来てくれたんでしょ。
なんて勇敢なの？一人？いや、一人じゃないネバよ。ネバルくんは納豆お兄さんと一緒。あ！え？そういえば納豆お兄さん、吹っ飛ばされてどっか行っちゃったネバね。おーい、納豆お兄さん！ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうネバー。チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるネバよ。